中国は南シナ海での他国の行動に対して抗議してきます。日本にもこれに対し海上自衛隊 P3C 哨戒機がミスチーフ諸付近上空通過でも抗議しています。日本は無視しています。今回は P3C 哨戒機がミスチーフ礁を通過した時のことを詳しく見ていきますね。岸田総理になって今後の動きを注視したいと考えています。今までと同じかな。日本の尖閣諸島周辺海域へ中国公船が侵入行為をエスカレートさせており、2021年2月に今度は日本政府に対し自国領だと主張する南シナ海上空への無断飛行を非難するように働きかけている。中国は南シナ海のおよそ 80% に相当する海域を勝手に自国領だと宣言して、周辺国とのいざこざが絶えないにもかかわらず、本県ではその中にあるミスチーフ礁の上空を海上自衛隊の航空機が無断で飛行したと指摘してきたのだった。指摘された海上自衛隊の航空機とは、主として対潜哨戒任務に従事している日本が世界に誇る P3C 哨戒機のことを指しているのだが、実はこのような指摘は今回に限らず、3年前の2018年にも中国側から日本側に対する迷惑行為とも捉えられる。その際も日本政府としては、そもそも中国の同海域の領有主権の存在を認めていないことから何のリアクションも起こしていなかったが、期せずして2度目の非難を浴びる形となったため、さすがに何もしないわけにはいかなくなったというわけだ。日本の岸防衛省、2021年10月1日現在は、2月26日に開いた記者会見において、海上自衛隊の P3C 哨戒機の飛行行動は、国際法に照らした上で適法であると、改めて宣言しており、同海域の中国の領有を認めない立場を真っ向から、貫いた姿勢には感服した。この南シナ海に対しては、アメリカ海軍が、所属艦艇を派遣する航行の自由作戦が定期的に行われていることで世に知らしめているが、現在のところ2021年度内にフランスの攻撃型原子力潜水艦が航行を明言するなどしているので楽しみである。そして同じくイギリスも2021年9月6日に最新鋭の航空母艦であり自国空軍とアメリカ海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型の両方の飛行隊を艦載しているクイーン・エリザベスの極東派遣して横須賀基地へ入港した。入港中の A 空母クイーン・エリザベスを岸忍防衛相が視察し、インド太平洋地域の平和と安定に対する英国の強い意志を感じることができたと述べた。同空母の日本寄港は初めてであり、空母打撃群を交えた日米欧の共同訓練も展開しており、日本側は空母派遣を中国対抗を念頭に置いた連携の象徴と位置づけている。同空母は米海軍の駆逐艦やオランダ海軍のフリゲート艦など北大西洋条約機構 NATO 加盟国の艦船で打撃群を構成し、5月に英国を出発した。米政府は、インド太平洋地域の安定と繁栄に向けて、英国外貨に貢献できるかを示すと示した。ウォレス国防相は、7月の来日時に、インド太平洋地域に、米軍の2隻の哨戒艦を恒久的に展開させ、数年後には、沿岸即応部隊を展開させる方針を明らかにしている。こうしたアメリカやヨーロッパ主要国の動きは、西側諸国が団結して、中国の南シナ海をはじめとする、周辺海域への不法進出を牽制するものと捉えられてはいるが、友好か否かは、未だ、何とも難しいところだ。
何しろ、中国は南シナ海への進出を一気に加速させており、すでに同海域の南沙諸島において7カ所もの人工島を完成させており、そこで整備を日々強化し続けている。現在争点となっているミスチーフ礁を含め、中国が南沙諸島に身勝手な人工島の建設を行っていると認識され始めたのは2014年頃のことであり、わずか2年ほどで7カ所もの工事を行っているから驚愕である。その多数がミスチーフ礁同様の干渉であるが、満潮時には海面に没してしまうような暗礁だったにもかかわらず、これらを強引に埋め立てて突貫的に人工島を完成させて実効支配を確立させたてしまった。特にミスチーフ礁、その周辺域にあるファイアリークロス礁、スービ礁には大型の旅客機すらも離着陸が可能な規模の一大滑走路が整備されており、戦闘機から爆撃機までいかなる航空機を運用することも可能となっている。このような滑走路だけに止まらず、中国は7カ所の人工島に様々な施設の建築を推進しており、軍事的なものだけでなく、いわゆる民間の施設まで多種多様の建造物が確認される事態にまで進展している。人工島の中には軍用艦艇を含む港湾部の整備も無人に進められており、航空戦力のみならず海洋上における軍事力の拠点としても脅威になることがもはや疑う余地のないほどに実効支配が明確になりつつある。中国側の狡猾な考えがあってこれらの人工整備を進めている事実は、前述した建築物の種類からも明白であり、あえて軍事関連のものに限定せず一般建物を設けることで敵からの攻撃を避ける目論見を意図しているのだろう。軍事的な施設以外のものの代表としては気象観測施設が挙げられ、もともとの干渉だった頃には満潮時以外は水没してしまうため、居住することはできなかった場所に民間人を送り込んだという形だ。そして気象観測所以外にも大規模な灯台の建設も行われており、それらの施設で業務に従事する民間人を配置することで容易に敵の攻撃を受けにくくする効果を狙っている手段をとっている。米軍は近年のイラク戦争等中東での戦闘においても、軍事施設のみを攻撃対象に絞ったピンポイント攻撃であるから、国際的な世論の非難をかわす上でも前面に出す傾向が顕著なので、ある意味理にかなったものと言えるだろう。いくら世界屈指の米軍といっても、その精密誘導兵器をもってしても、面積が狭小な人工島においてはたとえ意図した目標に命中させられても、他の非軍事施設への被害の波及を考慮して攻撃をすることは困難である。仮にそれを無視して攻撃が強行したならば、その事実を民間の施設を巻き込む非道な攻撃だと国際社会に向けて中国が反論できる立場を得ることも計算しているとしか思えない。このような可能性まで考慮すると、中国とアメリカが実際に軍事衝突するのであれば、南シナ海が最有力と言われている現況で、今のところ残念ながら戦略的には中国の方が完全優位である。韓国に不法占拠されている日本の竹島をはじめ、中国の場合は人工島ではあるが、島嶼部における不穏な動きは先に実効支配を確立した側に勝機があることはもはや明白となっているので、今後のアメリカの出方が見ものである。